特徴ある企業や商品、サービスを紹介するビジネスのひげのコーナーです。今日は目から鱗のアイテムご紹介します。ソフトコンタクトレンズの付け外し、皆さんは指を使っていますよね。こちらの商品、メルルは指を使わずにソフトコンタクトレンズの付け外しができます。まず、スティックでレンズを取り出し、ピンセットのラッパ部に移します。 そのまま指を使わずに、目に取り付けて。取り外しもピンセットを使い、レンズと皮膚が触れずに、付け外しできます。三十年近く、あの眼科の方に勤務しておりまして、で検査の仕事をしておりました。コンタクトの取り外しの練習をするのに、皆さんすごく苦労するんですね。すごく簡単にできる方もいらっしゃれば、えっ、ー、と、最後までできない方もいらして、なんとか。 もうちょっとこうスムーズにできるものがないのかなとはずっと思ってたんですねあのペーパーなんかを切る時にハサミがあったりとかカッターがあったりってその用途用途によって使い分けられるじゃないですかそれがコンタクトを取り外す入れるっていうのは指しかないっていうもう指しかっていうのが何で他にものがないんだろうあそれがあったらもうちょっと簡単にできる人も中にはいるんじゃないかっていう意味では不思議だったんです。 初めはレンズの付け外しのためだけの器具を考えていたそうですが東日本大震災の被災者の話を聞いてその考えが大きく変わったといいます。 東日本大震災の被災者の方が東京の方に避難してこられて、えっと、私のの勤める眼科の方ににコンタクトを作りに来たんですねでその時にえ「大変でしたね」って「コンタクトの方はあのその当時はどうなさってたんですか?」っていうふうに何気なくちょっとお聞きしたらその方はもう水なんかあってなくてコンタクトなんか手なんか洗える状況じゃなかったんですそうおっしゃったんですね。 それだったら初めから水を使わない手を洗わなくても使えるように、えー、ともう一つの器具を作ればできるんじゃないかなって思い出してそこであの今メルルはスティックとピンセットからなってるんですがそののスティックの方を考え始めました開発を始めてから3年間何度もテストを重ね市販されているほとんどのソフトコンタクトレンズに対応しています。 各メーカーさんにあのレンズそれぞれワンデータイプがあり、えっ、ー、とツーウィークタイプがあり、ワンデーの中にもランチ強制用があり、なんかツーウィークにもランチ強制用がありで、ツーウィークの中にも素材の違うレンズがありって言うんで、まあ。結構種類的に言えば100種類ぐらいにはなるのかな？とは思うんですね。なるべくだったら幅広いコンタクトに対応しなくちゃ意味がないんじゃないかなっていうふうに思ったから10年。 うん、15年後なんですけれどもあの私の夢なんですけれども想定っていうか夢なんですけれどもあのその当時になって「えっと、昔って、えっと、指でやってたんだよ」って「え嘘でしょ」って「あんな汚い手を目の中に突っ込んでたの?」って「やだそんなのできないよね」っていうふうにいずれにならないかなと思ってるんですけれども。 つけた瞬間の目の潤い感っていうのが衝撃的なぐらいすごくって私も使ってみたんですけども、えー、まずすごいと思ったのは清潔そのものこんなことができるんだっていう、えー、まず発想が素晴らしいじゃないですか。えー、あとあのスティックねこう作るのに、はい、もう金型を10回も作り直したっていうね、はい、それぐらいこう、えー、本当にこういいものを作ろう。 っていいいいう思いが素晴らしいじゃないですか、えーそうですね、積み重ねて積み重ねてやっとたどり着いた製品な、うん、わけですもんね。でそのどうせ作るならもうコンタクトさまざまな種類があるわけでこう全てにね使えるものを作らなければ意味がないっていうその心意気がねまずすごいと思いますよね作るなら一流のものをっていう思いがあってで試行錯誤の上完成したっていう。 あ、これ待ってましたっていう人大勢いると思いますよ確かにコンタクトレンズの付け方の常識が変わりそうですよね、うんうんうん、変わると思いますね